一番なんか車がさ眩しかった時代というかね。まあいい音する。いいですね。早い。ダイヤが泣いてないよ。今回はですね、愛車を紹介してくださるのは岡野さんと。岡野さんよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。いや岡野さんいい車ですねこれ。ありがとうございます。うん、これは何ですか車教えてください。イニシャル D ですよ。イニシャル D 岩城誠二。はい、はい、その通りでございます。エボフォー。エボフォー。はい。岡野さん普段はどんなお仕事されてるんですか。普段は学生です。学生さん。アルバイトでお金をちょこちょこ貯めて維持をしてる感じ。はい、いつ買ったの。買った時は高3の卒業式前です。いくら、トミコンで130ぐらいの。いい時代だ。今は高いですよ。今とんでもなく高い。今は200後半ぐらい一番安いのでもそれぐらいかかってる、ね、そうだいい時に買ってるよね。そうですね、このねエボ4が僕一番好きなんですよ。 ありがとうございます。なんでいやデザインがいいじゃないですか。なるほど。そうもう普通になんでエボ4にしたんですか。父親がもともとエボ4を乗ってて、うん、小さい時によくいろんな峠とか旅行とか連れてってもらったんですけど、うん、大きな故障で一度手放してしまったんです。やっぱ免許取って一番最初にこの車乗ってみたいな。わすごい。乗ったらどんな感じなんだろう。土屋さんのホットバージョンのビデオをもうずっと見させられて、うんうん、もうビデオテープが切れちゃうぐらい。最近、はい、今日はあれですね、うん、土屋さんと会ったというのは嬉しいですね。超嬉しいですね。この時代はあれか、VHS 見てたんだ。あ、はい、そっかそっかそっか、ね、なるほどね。でもあれでしょ、今日ね、お父さんに土屋さんと一緒に、ね、はい、出るって言ったんですか。言いました。なんて言うんですか。めちゃめちゃ羨ましいって言ってました。お父さん、今日来ればよかったね。はい、今日仕事なんで行けないし。仕事なんか休んでくれなかったんだよ。この車のちょっとここ見てほしいっていうポイント教えてください。もともとこれは GSR っていうグレードなんですけど、はい、セイジのエボ4は RS っていう競技車用の、グレードになってるので軽いやつだ。そうです、90キロ買えるんですよ、うん、GSR。 ちょっと中見せてください。ちょっとなんかあれですよね土屋さん、はい、やる気のあるメーターがほら、うん、4連メーターがね、まあ、走り屋ですよ、ね、やる気走り屋ですよ。メーターは走り屋ですよ、4連、はい、これはシートは、これは純正のレカロ。おお、これちょっとこれ下横に引いてるのはちょっと低いってこと、はい、あ、ではなく汚れちゃうのでザブトンを敷いてる。ああ、そういうことね。純正のシートを汚したくないんだよ。なるほどなるほど。え、このウインカーについてる赤いのは何ですか。これは、ハンドルを手前に出すとウインカーのレバーが届かなくて。遠いからか、はい、で、あとは別にいじってるとこないってことですか。そうですね、マフラーと給排気ぐらいしか変わってないんで。足は、足もよくわかんない車庫帳がまだついてるぐらいの。じゃあパワーは上げてはない。上げてはないです。コンピューターもノーマル。ノーマルです。大学で自動車部ですか。いえ、普通の学生です。普通の車好きな感じで。将来は車関係の仕事に付き合いですか。そうです。言ってましたね、この車はもうね、こういう車はもう出ないよね。出ないんだよ。そうだから今本当に NA だとかターボで出してるのはヨーロッパだけだよね。そうだよ、もう日本はもうハイブリッドになってるから。そうですね、で誰にもこれからは EV になっちゃうからさ。もうこういうなんかね、もうなんか一番なんか車がさ眩しかった時代っていうかね、いい時代だからね。そうだよ。ちょっとエンジンかけてください。はい、マフラー変えてるしね、いい音するよ。お願いします。まあいい音する。いや、いいですね。うん、いい音する。これはあれですか、いつもどれへん走ってるんですか。ほとんど春菜さんばっかりです。おー、イニシャル D だよ。じゃあ春菜さんであれ通り走ってるんですか、はい、そうですね、まあ流すぐらいですけど。あ、いや、でもなんか彼はさ、なんか、あ、どうぞこっちに来て。イニシャル D だね。なんかうちに秘めたさ、なんかそういう、なんかありましたよね、顔にね。相当車好きって嬉しいよね。まあ、だから親父が乗ってたからこうちょっとこう親近感があるんじゃないですか。そうだね、継承してるんだと思うのは。だって小さい時の思い出で、小さい時は横とか後ろに乗ってたけど、今は運転席。今日は土屋さんの、はい、土屋さんは体調いいから飛ばしますよ。あんまりエンジン調子よくないので、なるべく近くにお願いします。あんまり調子良くない。土屋さん、じゃあいいですか。いいですよ。はい、お願いします。改造車買取専門店、改造車買取本舗。
高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。いきまーす。全然曲がんないです。エンジン調子悪いので。今日走った？走ってないです。あ、走ってない。見学だけなので、はい。そっか、じゃあ番組だけで来たんだ。そうですね。飛ばすな、飛ばすなって言うから飛ばすな。ダメじゃない。若干あのオイル上がってる感じの、ね、白い煙がちょっと出てましたけど、リングいっちゃってるのかな、うん、ちょっと煙吹いてるから、はい、ちょっとね、そうそう、そうそう、ちょっと2人で煙出てるのって言って、ね、いやなんかあの一つ自慢ポイント言うの忘れちゃったって、はいはい、っこのステッカーリングもそうなんですけど、全部ステッカーは自分で手作業で作ってるんです。えらいね、はい、えらい、ありがとうございます。いやもうこういうなんかね、こういうことはいいんですよ、うん、俺もさ、本当にさ、19の頃に行った時、はい、自分でシートさ、変えてたもんな、ね、こういうことがいいんだよね、思い出なんですよ、ね、いいよね、うん、なんか VHS 吸い切れるほど見たとか言って、うん、いいね、泣いちゃうよね。じゃあもう今日帰ったらお父さんにすごい自慢してください。ありがとうございます。俺がね、はい、指導してた方がいいよ、ね、どうもありがとう。ありがとうございました。終了、はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当に、ね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとは、ね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にも、ね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひ、ね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています、まあ、今も、ね、あの塗装部も板金部も、ね、稼働していますけれども、まあ、ね、はい、みんなで、ね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にです、ね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。
車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。